皆さんこんにちは。南三陸町移住定住支援センターの及川です。南三陸町移住定住支援センターでは、南三陸に住みたいという方のお手伝いをさせていただいてます。南三陸なおさんとのコラボ企画で始まったこの動画リバリは南三陸なんですが、今日は第2弾ということで、宇多津地区にあります祓川というところに来ております。祓川に移住してきた中村さんのところに来てますので、中村さん今日はよろしくお願いします。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。東京から南三陸町に移住してきました中村美久です。私はここでみんなで改修した古民家で、今ここをフィールドに藍染めをしております。今日はここで一緒に藍染め体験していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これを染めてテーブルクロスにしていきたいと思います。できたテーブルクロスはセンターに置いておく予定なので、センターにいらっしゃった時にぜひ見てみてください。では中村さん、よろしくお願いします。今日はちょっと大判なので頑張って染めていきましょう。はい、まずはこれに型を作って、あのデザインをつけていきます。藍染めの液に触れる部分が青く染まって、原理としてはで、触れない部分が白く残ります。イメージしてください。センスが問われますね。でもね、結構染めるとどんなデザインでもあいいなってなるのかな。なるほど、はい、なのでここにこう模様が来る予定。藍染め初体験です。自信のほどは自信のほどはありまーす。2012年の10月に、まあ、まだこの町にやっぱ住む場所が、ね、なかったので、隣の栗原市に家を借りながら通って、まあ、そこから南三陸では活動してて、完全に住所も移せたのが16年か17年ぐらいにようやく南三陸町民になれたのかな。うん、始まりは建築の仕事をしていて、個人設計事務所大阪で、やっぱり震災でなんかボランティア活動でこの町ではないけど沿岸地に来て、でこのその土地に住んでた人たちと会った時に、当たり前だけどここにもちゃんとそういう暮らしがあったんだなっていうことをすごく実感したし、そしてそれをまた取り戻そうとしている人たちの存在っていうのもすごく自分の中で強くて衝撃で、ずっとその暮らしを取り戻すお手伝いを私に気力ながら手伝えたらいいなーっていう思いを持って、でそれが結構大きな感じで、舞台なんてサポートというか活動するしたいって思って情報収集始めて、よし、じゃあこれで染めていきます。はい、うん、こんな感じになりました。染めていきたいと思います。こっちはそのまま青くなるので、こっちが 花柄になる予定です。なるほど、はい、そうですね、これがこうどうなるのか楽しみです。よし、で全部絞ったら中に浮いてこないように、今私そうしながら抜いてあげては出していきます。はい、さっきのようにちょっと上げて、よし、でこっち側を広げなきゃいけない。最初のきっかけは耕作放棄地をどうにかしたいっていう思いがあって、
もともとある地域課題っていうところが見えてきて、まあ、その一つが耕作放棄地、高齢化による耕作放棄地とかだったので、まあ、そういうところも手をかけていかないと、この町自体が未来につながっていかないかなって、残っていかないかなっていう思いだったので、それで畑を耕し始めて、仲間が藍はどうっていうことを言ってもらって、藍を栽培することで、自分たちだけで完結しないで、この町が養蚕で栄えた歴史があって、今繭細工作ってる人がいたりとか、震災をきっかけに羊の牧場ができて羊毛が取れるっていう素材が手に入るっていうことと、作り手さんがたくさんこの町にいるっていうことを知れたので、そういう原料と素材と作り手さんをこの南三陸でつながって一つのものづくりができれば本当のメイドイン南三陸に生まれてるかなっていうのもストーリーとしてできてこの活動を始めました。じゃーん、どんな感じですかね。いい感じ。あとこれで皮で洗うと白いところがくっきり出るので、より綺麗に模様が浮いてくると思います。なるほど。はい。どうなるんですかね。今日はありがとうございました。素敵に染まったので、そのうちじゃない後日センターの方に飾らせていただきたいと思います。モグルクロス見に来てください。今日はありがとうございました。それではまた次回、南三陸リバーまたねー。